空山はじめです。東京で絵描きをやっております。以上。これは罰当たりな絵です。ここに涅槃って書いてますけど、その涅槃の境地、それの絵で、で法悦っていうのは仏のありがたい教えを聞くと、あの天国の感じに、エクスタシーって言うんだけど英語に直すと、だから性的な意味もすごい強いんですよ。大きさです。30年ぐらい前にあのルーブル行ったら、ダビットっていう作家さんの絵が10メートルあって、右下にダビットって書いてんだけど、それまで私が描いてた絵の一番大きいのがそのダビットのサインだったのよ。それでガーンバカ野郎と思って、気持ちよかったですよ。今までちまちま面相筆って一番細いやつでなめなめ描いてたのがね、えいやーっていうのができるのよ。そういう場面ちょっと用意しておきましたから。女性の体とロボットっていうこと、広告の仕事ですよ、注文で。いや、それまでほらロボットにしたって車のバンパーだとかホイールキャップだとか書いてステンレスのもの、それをドッキングさせただけだから、あのどうやれば演技させれば女っぽくなって生きてるかっていうの常に頭には入れてて、歌舞伎なんかでもお山の方が女の演技うまいのよ。あれは観察してんだ、いつも指の動きだとかと、あと唇がものすごい 大事なのよ。モンローがすごいうまいじゃん、半唇にして。意識がない人でもそれを見るとセクシーな女に見えるのよ。柔らかさを出していて、やっぱし基本はおっぱいだとか腹がこういう姿勢になった時、全部こういう風に垂れ下がるでしょ。表面だけ金属で描いてるけど、中身はほとんど脂肪だとか筋肉を描いて、金属を通して柔らかさを表現しようって意識すごいあります。もともとは、スフマートっつって絵の具を薄めて何回も何回も重ねていくんですよ。それはレオナルド・ダ・ヴィンチあたりから始まった技法なんだけど、こういう水彩画に近いようなやり方ってちょっと時代遅れというか、でも時代遅れだろうが何でもいいからクオリティさえ上がる方法なら私は何とも思わないんだけど、嘘ばっかし書いてんですよ。例えばこういうところはここ水平線で空が、地平線で空があって、ホリゾン青空があって、でこれ地べたなんですよ。で実際ここには地べたがないんだけど、暖色と寒色にすると空だと思うし地べただと思う。ステンレスだとかの映り込みの記号化してるからそれがわかるんです。目地って言うんだけど、こういう部分にハイライトとシャドウがピッピ出るから、ここを入れることによってみんな光を感じるわけよ。絵の具って光んないのよ。絵の具を使って光の効果を出して金属を平面の中に再現できるっていうのは、それはファンタジーだから気持ちいいもんですよ、再現できると。